ンクです。よろしくお願いします。来月2月にはついにクイーンの来日ライブがありますね。ライブ情報に関しては以前の動画で詳しくお話ししました。ライブがあるのは東京、大阪、名古屋、そして僕の住む札幌です。いやー、これは熱いですよね。僕も速攻でチケット取りました。もしかすると来日ライブは最後になるかもということで、勢いでチケットを取ったけどクイーンそんなに聞いてないなという方もいるかもしれません。ということで今回の動画ではクイーン入門講座をやっていこうと思います。ライブの前に予習をしておきたい、クイーンをもっと深く知りたいという比較的初心者の方へおすすめのアルバムや曲を紹介していこうと思います。クイーンはヒット曲がたくさんありますし、アルバムもたくさんありますから、最初は何を聴いていいのやらってなると思うんですよね。そんな方たちのガイドになれればと思っています。どうぞお付き合いください。ではまずはクイーンを知るためにはこれを聴いてくれというアルバムを紹介します。紹介するのはいわゆるベスト版です。ベスト版はヒット曲や人気曲が一気におさらいできるのでとても便利だと思います。ただですね、クイーンの場合そのベスト版がもう本当にたくさんあるんですよね。日本限定のベストみたいなのもあってもうめちゃくちゃです。初心者の方だとどれを聴いたらいいのってなってしまうと思うのでおすすめを紹介します。ということでベスト版であればこちらをおすすめします。日本でのみリリースされたジュエルズというアルバムです。こちらはクイーンの第二次ブームの頃2004年にリリースされたベスト版です。この2004年何があったかと言いますと、キムタク主演のドラマプライドが放送されていたんです。このドラマでは挿入歌がほぼクイーンの曲だったんですよね。ドラマのあらゆる場面で曲が使用されていました。そんなわけでドラマのサントラ兼ベスト版という感じなんです。で、肝心の中身なんですが、ヒット曲、人気曲、押さえておきたい曲、まんべんなくおさらいすることができて本当にいいベスト版です。ボヘミアンラプソディ、Don't Stop Me Now、 We Will Rock You、 We Are The Champion、 はい、ご安心ください、全て収録されています。ひとまずこれを聞いておけばライブは楽しめます。ただ初期の頃の曲なんかは収録されていなかったりするんですけど、まあそれは次のステップということで、まずはこのベスト版を聞いてほしいです。サブスクにもありますのでご安心ください。あとクイーンのベスト版というとグレイテストヒッツというめちゃくちゃ売れたやつもあります。どのくらい売れたかというと、英国市場で一番売れたアルバムなんですよね。ビートルズだのデビッドボーイだのを抑えて1番です。そんなわけでこちらもベスト版としてはとてもいいんですけども、キャリアの途中で出したベスト版なので後期の曲が収録されていないんです。まあこれは仕方ないんですけどね。あとこれは個人的な好みも含まれてしまうんですけど、ショーマストゴーオンという後期のクイーンを語る上では絶対に外せない曲が収録されていないんですよね。それでジュエルズには収録されているんです。いやー、この曲はね絶対に聴かないとダメなんです。フレディ最後の熱唱、これだけはね外せないんですよ。すいません、ちょっと熱くなってしまいました。ということで初心者の方はまずはジュエルズから聴いてみましょう。ライブでも確実に演奏されるであろう曲たちがたくさん収録されています。1番の初心者向けとしてベスト版のジュエルズを紹介しましたが、ここからはさらに一歩進んでもっとクイーンを深掘りしたいという方へのおすすめを紹介します。やはり深掘りをしていくのであればコンピ版やベスト版というよりはオリジナルアルバムを聴いていくのがいいと思います。クイーンは人気曲がたくさんありますが、その人気曲が収録されているオリジナルアルバムをやはりセットで聴いてほしいところです。そのオリジナルアルバムですが全部で15枚あります。いや、どっから聴けばええねんってなりますよね。僕の主観も大いに含まれますが、おすすめのアルバム紹介していきます。ではまずはこちら、オペラ座の夜です。こちらはレコードですね。4枚目にリリースされまして、クイーンで一番人気のアルバムと言っても過言じゃないです。クイーンの一番面白いところって僕的にはジャンルの多様性だと思うんです。ゴリゴリのハードロック、重厚なコーラスのゴスペル、とてもシンプルなピアノの弾き語り、ノリノリなロカビリーなどなど挙げていけばキリがないですが、どんな音楽でもやるのでクイーンはもう何でもありなんですよね。こちらはそんなクイーンの多様性を堪能することができるアルバムです。いろんなジャンルの音楽がごちゃっとしているんですが、なぜか不思議とまとまりがあって全体として一つの方向を向いているんです。あと映画のタイトルにもなりましたボヘミアン・ラプソディが収録されているアルバムでもあります。バラード、オペラ、ハードロックが一つの曲にまとまっているという、あの超ヘンテコな名曲がどんなアルバムに収録されているのか、これもぜひ知っていただきたいです。あとライブでも結構演奏される39という曲が収録されています。カントリー調の曲でして、ギターのブライアンが作曲です。ライブではステージ前の方にメンバーが出てきてアコースティックな編成で演奏されることが多いです。多分今回のライブでも演奏されると思うのでぜひ聴いてみてください。あともう一枚アルバムを紹介します。ジャズというアルバムです。タイトルこそジャズですが、想像するようなジャズっぽい曲は特に収録されていません。有名人気な曲で言うと Don't Stop Me Now や Fat Bottom Girl、 バイセクルレースが収録されています。この辺もライブでは演奏されそうですね。でおすすめしておいてなんですけど、こちらのアルバム正直結構
構変なアルバムです。先ほど紹介したオペラ座の夜のようにいろんなジャンルの音楽がごちゃっとまとまっている感じがあります。オペラ座の夜はごちゃっとしていながらも全体として一つの方向を向いているという感じは受けるんですけど、ジャズはもう方向性とかそういうの全部バラバラみたいな感じです。でもこのバラバラ感、まとまりない感じが逆に面白いんですよね。これもまたクイーンの多様性の一つかなと思います。オペラ座の夜とジャズ、この2枚を初心者の方が聴いたとしても面白いアルバムだと思います。ぜひ聴いてみてください。あとどちらも1曲目にはとてもインパクトがありますのでお楽しみに。という2枚を紹介しましたが、さらにさらにもっと深掘りしたいという方、ご安心ください。とっておきのアルバムがあります。こちら2枚目のアルバム、クイーン2です。初心者の方に一番最初に勧めることはしないアルバムなんですけど、こちらはクイーンを語る上では絶対絶対に外せません。表向きの一番人気なのは先ほど紹介したオペラ座の夜で間違いないんですが、よりコアなファンが選ぶ究極の一枚となると、やはりクイーン2かと思います。ギターのブライアンが主体で作成した A 面のサイドホワイト、フレディが主体で作成した B 面のサイドブラックという2つのコンセプトでパックリ分かれているアルバムです。そのサイドブラックはほぼ全曲つながっていまして、メドレーになっているんです。このメドレーは本当に圧巻です。フレディ大先生の美学が詰まった最高の構成です。これはぜひ聴いてみてください。ちなみに先ほど紹介したベスト版ジュエルズにクイーン2の曲は1曲も収録されていません。語弊があるかもしれませんが、一般受けするというか人気の曲みたいなのはクイーン2にはあまり収録されていません。ぶっちゃけ今回の来日ライブでもクイーン2からの曲は一曲も演奏されないと思います。ちょっと中級者上級者向けの内容かもしれませんが、ぜひ聴いてみてほしいです。余談ですが、2001年にクイーンのアルバム人気投票がありました。対象はあくまで日本人だけだったんですけどね。オペラ座の夜を抑えて1位に輝いたのはクイーン2だったんですよね。どうせオペラ座の夜が1位だろうなーって思いながらの結果だったので、うわこれはマジモンの投票じゃんって驚きました。ちなみに僕はオペラ座の夜に投票したんですけども、クイーン2が1位で嬉しかったです。じゃあクイーン2に投票しろよって話なんですけどね。今回の動画の趣旨とは少し外れるかもしれないんですが、クイーンのライブといえばライブエイドというもはや伝説と化したライブがあります。映画ボヘミアン・ラプソディでも終盤で完全再現されていました。このライブは絶対見てほしいです。メンバー全員の演奏のクオリティ、観客の盛り上がり方、もう全てがあまりにも良すぎるんです。特にフレディの歌声がもう完璧なんですよ。ライブエイドはチャリティーのライブでして、大物のアーティストがたくさん出演していたんですが、その中でもクイーンはダントツでいいパフォーマンスだったんですよね。これマジでいいので絶対に見てください。このライブエイドがあった時期、クイーンってぶっちゃけ低迷期だったんですよね。メンバーの仲も悪いし、ライブのちょっと前に出したアルバムは全然売れなかったし、もうすぐ解散かなんて囁かれて、なかなかに最悪な状況でした。そんな中最高のパフォーマンスをして観客からは大絶賛の嵐。クイーンはまた強く結束して自信を取り戻すんですよ、というような背景もぜひ知っていただきたいです。そんなライブ映像は YouTube で見ることはできるんですけども、 DVD が欲しいというそこのあなた、ご安心ください。こちらロックモントリオールというライブ DVD がありまして、カナダのモントリオールであった公演が収められています。でさらにボーナスディスクとしてなんとライブエイドが丸々収められているんです。2つのライブがフルで収録されている、なかなかお得なパッケージです。モントリオールの公演もヒット曲満載でとても見応えがあります。僕はもう何回見たか分かりません。ぜひ検討してみてください。という感じでクイーン初心者の方へおすすめのアルバム、聴き方を紹介しました。ライブの楽しみ方は人それぞれかと思いますが、知ってる曲が演奏されるとやっぱり嬉しいですよね。なので今回の動画を参考にいろいろと予習してみてください。クイーンは本当に奥が深くて楽しみがいろいろとあるバンドです。日本との親交も深くて知れば知るほど好きになると思います。ぜひともいろいろと聞いてみてくださいね。このチャンネルでは音楽好きの音楽好きによる音楽好きのための音楽チャンネルというのをモットーに日々動画を投稿しております。よければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。シャイニー